今回はキャリアを切り開く言葉71、自分の強みに磨きをかけるという本をご紹介します。本書は人生と仕事において思考、行動、そしてタイミングの重要性を強調する書籍です。著者は思考と言葉口癖が密接な関係にあり、個々の思考が行動やコミュニケーションに影響を与え、最終的には人生の理解と行動につながると述べています。この本では著者が自身の経験や気づきから得たメッセージを通じて読者と共に考え、学び、成長してきた歩みが紹介されています。キャリアにおけるサイクルを春夏秋冬に例え、それぞれのライフステージでの考え方や行動が重要であると説いています。特に興味深いのは、自分の強みに磨きをかけるというテーマに焦点を当てた第2章です。著者は人生は長期戦でありつつも短期戦でもあると考え、毎日長い目で見た時に勝てることを着実に追求する姿勢が重要だと強調しています。その中で、ギブアップはいいけどクイットはダメという言葉を引用し、目標に向かって進む姿勢の重要性を語っています。また観察力の重要性についても触れられています。経営者やビジネスパーソンには高い観察力が求められるとし、視点を変えて考える習慣や現象に名前をつけること、そして差分分析を行うことが観察力を高めるトレーニングとして挙げられています。この本を通じて自身の強みを見つけ、磨くことの重要性や長期的な視点を持ちながらも、日々の積み重ねが重要であることに気づかされます。また観察力の向上がキャリアやビジネスにおいて有益であることを示唆しており、そのための具体的な方法も提案されています。感想としては、この本は簡潔かつ明快な表現でキャリアにおいて重要なポイントを的確に伝えていると感じました。特に他者と異なる視点から物事を考えることが観察力向上につながり、それがキャリアの成功につながるという部分は参考になると思います。総じて本書はキャリア形成に関する実践的なアドバイスや示唆に富んだ一冊であり、読者が日常生活や仕事において具体的な行動に移す手助けとなるでしょう。